オランダはウデンベルフ出身のサッカー選手。エールディビジ FC2 エンテ所属。ポジションは FW。オランダのフィテッセでキャリアをスタートさせ、2008年にトップチーム昇格。4月5日のスパルタ・ロッテルダム戦でデビューを果たした。9月20日のスパルタ戦ではプロ初ゴールを記録した。2008から09シーズンはレギュラーとして試合に出場し8ゴールを決めた。 2009年5月29日 FC ユトレヒトと契約した。1年目から11ゴールをマークすると2010から11シーズンはリーグ戦で15ゴールを記録。ルク・カステグノスと並んでオランダ人最多ゴールを記録した。2011年6月3日ポルトガルのスポルティング CP に移籍金540万ユーロの5年契約で移籍した。 当初は控え FW だったが、バレリ・ボジノフ等の不調もあり、徐々に出番を得ると、最終的には、チームトップの14得点をマーク。移籍した大エル・デル・ポースティガーの穴を感じさせない、活躍を見せた。2013年3月23日、イングランドのノリジシティ FC に、翌シーズンから加入することで合意した。しかし、25試合出場で1得点しか上げられず、 チームも降格した。2014年8月5日、AS サンティティエンヌに期限付き遺跡。2015年8月31日、リーガーエスパニョーラのレアルベティスに期限付き遺跡。2016年7月28日、ピテッセに復帰した。2019年8月、脳に脳動脈瘤が発見されたことを公表した。2021年7月21日、FC、 トゥーエンテにフリーで移籍し、2年契約を交わした。オランダ代表として U-17、U-19 オランダ代表、オランダ B 代表に選出されている。2010年8月、A 代表に初招集され、親善試合のウクライナ代表戦でデビューを果たした。ノリジー、スポルティング FW 獲得で合意。ゴールドットコム。2013年3月25日閲覧。 ノリッチ FW がフランスに、レンタル遺跡。ゴール。2014年8月6日閲覧。エルリアルベティスファーマールデランテイロインテルナシオナル。オーロンデスファンウルフスウィンクル。リアルベティスボロンピ公式サイト。2016年2月21日閲覧。リッキー VAN、ウルフスウィンクルノル FC とエンテ。FC2 エンテ。2021年7月22日閲覧。 ありがとうございます。